今回のビデオでは家庭法について説明をしていこうと思います。で、この家庭法ということなんですけれども、もしこのビデオをご覧になっている方が、まあ、高校生とか、まあ、受験を控えた方であれば、ぜひともこの家庭法に関してはマスターしておいていただきたいトピックの一つです。で、この家庭法ということなんですけれども、漢字をちょっともう見ていただければなんとなく分かりやすくなるんですけれども、仮にもしこのことが起こったり、それからまあ過去に起こったとしたらということで、実際には起こってはいないんですけれども、もしこういう場合であったならばなんとかだろうというのが、まあ大体の役になるっていう感じです。ここまで家庭法の説明をある程度したんですけれども、実際の文章を見ていただいて、で、まあどんな感じかなっていうのを想像していただければいいかと思うので、今から簡単に文章を書いてみます。はい、今少し文章を書いてみました。で、ちょっと文章を読んでみると、 If I were you, I wouldn't do that という文章になります。で、まあ、日本語訳をつけておくと、私があなただったら、まあ、そんなことはしないだろうっていうのが文章の意味という感じです。で、ここで家庭法に関して言うと、まあ、皆さんおそらく文法を結構ちゃんと学んできたことがある方であれば、ここはなんか変じゃないかなっていうふうにもしかしたら感じられるかもしれません。そのことは実際にまああっていまして、 I という主語に対してなぜ were が使われているのかっていうことになると思います。で、ここで確かに was がいいのではないかなっていうことになると思うんですけれども、この家庭法に関してはこの were が正しいということになります。で、これはちょっと私がまあ学生の時に聞いたんですけれども、この was を were にすることによってよりですね、実現が不可能なことが表せるという理由で、ここがWare になったようです。で、実際ですね、現地、まあ、アメリカの人たちもここは Was を使わずに Were を使っているので、こちらがまあ正しい表現ということになります。まあ、文法は後付けで、一番大事なのはどういうふうに実際に使われているかっていうことです。この辺がまあ言葉なので、結構変わり続けることももしかしたら将来的にあるかもしれないですけれども、この辺がまあ実際に話されている言葉なので、文法というまあルールに絶対に従わなければいけないということではなくて、現地で話されているものに従って、まあ言葉ですから話していきましょうっていうのがいいかもしれないですね。ではこの文章に続いてもう一個文章を書いてみようと思います。はい、で、次の文章を書いてみました。これがですね、 It couldn't be better です。これは非常に難易度の高い表現なんですけれども、この文章がですね、実際の、まあ、入試などに過去にどうやら出たことが
あるようです。で、この It couldn't be better なんですけれども、ちょっと今から図を書いてみますので、その図をもしよければ参考にしていただければと思います。まあ簡単に少し今から書いてみますね。はい、ちょっと図を書いてみました。で、今ちょっと見ていただきたいのがこのプレゼント、プレゼントですね。で、この部分が、まあ、現在の私たちがいる場所だと、まあ、現在私たちが、まあ、いる場所だと思っていただければいいっていう感じです。で、上に上がるほどベストな状態、それから下に行けば行くほど worst、まあ、最悪ってやつですね、の状態だっていうふうに考えていただければいいと思います。で、日本語訳を簡単につけてみると、今この私たちがいる状況がこれ以上いいということがありえないという訳になります。ちょっと簡単に日本語訳を書いてみますね。はい、簡単にですが日本語訳をつけてみました。で、これがこれ以上いい状態がありえないっていうことですね。ということはどういうことかっていうと、このベスト側に私たちが位置するということで、これ以上いい状態がありえないっていうのを最終的な日本語訳をつけると最高だぜという日本語訳になります。で、この It couldn't be better で最高だぜっていう表現になるんですけれども、この表現はですね、今私が説明した部分を順を追って日本語訳を覚えるというのもいいと思うんですけれども、この It couldn't be better は実際ですね、現地で非常に使われている表現の一個です。で、この It couldn't be better なんですけど、これがですね、実際の会話では厄介なことにこの It も省略されることがあるということです。で、この couldn't be better、 これのみで最高だっていう表現になり得ることもあるという感じです。で、この couldn't be better を今ずっと説明してきたように、試験に出てどういうことなんだろうっていうふうに順を追って考えるよりも、この couldn't be better はもう couldn't be better で覚えてしまうっていうのが一番いいのではないでしょうか。実際私の友達であったアメリカ人のジョージなども、この couldn't be better っていう表現を私が表現するとやっぱりすぐに分かってくれたっていうことで、もうそのまま丸覚えをしていただくのが一番いいかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は受験やそれから試験とか、あとは模試とかにも出題される可能性のある仮定法について紹介をしてみました。で、この仮定法をただ文法として覚えるのではなくて、英語をそのまま英語のまま覚えていただいて、実際の試験とかに臨んでいただくのが一番いいかなと思ってます。結構仮定法に関しては
理解が若干難しいところがあるんですけれども、こういった英語にしかない表現もあり得るので、これはこれとして丸々覚えていただくのが一番いいかなと思ってます。今回は仮定法について説明をしました。ではまた次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。